スティーブン・デビット・デインズはアメリカ合衆国の政治家。所属政党は共和党。出身はカリフォルニア州ロサンゼルス。連邦下院議員を一期務めた後、2015年から連邦上院議員を務めている。1962年8月20日、デインズはロサンゼルスのバンナイス地区で生まれ、一家は1964年にモンタナ州ボーズマンに移住した。 地元のボーズマン高校で生徒会長を務め、高校3年時には共和党全国大会に最年少で参加した。モンタナ州立大学で科学工学の理学志望を取得し、在学中にはモンタナ州立大学共和党の会長を務めた。2007年には妻と共にウェブサイト GIVEITBACK.com を立ち上げ、ブライアンシュバイツァー州知事に対して10億ドルの 州財政黒字を納税者に還元するよう働きかけた。2007年から2008年にかけてマイクハッカビーの大統領選挙運動のモンタナ州委員長及びハッカビーの全米代理人を務めた。2008年州知事選挙では共和党のロイ・ブラウン候補のランニングメイトとしてモンタナ州副知事に立候補した。しかし十分な支持を集められず、 民主党現職のブライアン・シュバイツァーが65%の得票率で再生を果たした。2010年11月13日、デインズは2012年選挙で連邦上院議員選挙への立候補を発表した。しかし、共和党のデニー・レーベルク下院議員が上院議員選挙への出馬を表明したため、デインズはレーベルクの蔵返り候補で空席となった。 モンタナ州全州選挙区への出馬を表明した。共和党予備選では71%という高い得票率で2人の対立候補を破り、総選挙では民主党のキムギラン州上院議員を破った。2013年7月、デインズはワシントンで開催された全国共和党上院委員会の政治資金パーティーに出席した。同年4月、モンタナ州 第2部選出のマックス・ボーカス上院議員が2014年選挙への不出馬を表明していたため、デインズは空席となる上院議員への立候補を目指しているのではないかと推測された。2013年第2四半期には41万5000ドルの選挙資金を調達したことを公表し、さらなる憶測を読んだ。2013年11月6日、デインズは正式に 立候補を表明した。2014年2月、ボーカスは上院議員を辞職し、中中国アメリカ合衆国大使に就任した。民主党のスティーブ・ブロック知事は空席となった上院議員の席にジョン・ウォルシュ副知事を指名した。ウォルシュはすでに2014年上院選挙に出馬する意向を表明しており、今回の任命により、 現職の優位性が確保され民主党の議席維持の可能性が高まるのではないかとの報道が流れた。2014年6月3日の共和党予備選で83.4%の支持を得て党から指名を獲得。一方、対抗馬のオール氏も民主党予備選で64%の得票率で勝利した。しかし、2014年8月に ウォルシュが陸軍士官学校時代に執筆した修士論文で他の論文の評説行為を行っていたことが発覚し、ウォルシュは選挙戦から撤退した。開票日まで約50日と時間のない中、モンタナ民主党の特別党大会が行われ、アマンダ・カーティス下会員議員が上院議員候補に指名された。総選挙では、 カーティスの票は40.1%に止まり、デインズが勝利を収めた。2020年、デインズは上院議員選挙に出馬し、55%の得票率で民主党のブロック知事を破って再選された。選挙活動の費用として、ブロック陣営は8200万ドル、デインズ陣営は6300万ドルを投じ、2020年の上院選で、 最も選挙資金が使われた地区の一つとなった。2021年大統領選挙で、デインズは一部の州で不正投票が行われたと主張し、選挙の開票結果を監査する連邦特別委員会の設置を求めた。デインズが選挙人団の開票に参加している際、親トランプハラによる議会議事堂襲撃事件が発生した。これを受け、デインズは、 襲撃事件を批判するツイートを投稿し、トランプが敗北したという選挙結果を容認するようになった。一方で、襲撃の先導者としてトランプ大統領の弾劾を求める動きには反発した。ジョー・バイデン政権下で、デインズはデブ・ハーランドの内務長官への指名を阻止しようとしたが、失敗に終わった。ヘレナ・インディペンデント・レコード紙は、デインズについて、 トランプ大統領の任期中、積極的にトランプと交流を重ね、政策の指示や行動の擁護を行ってきた。デインズの投票記録を見ると、トランプ大統領の提案した公共政策のうち86%の法案に賛成票を投じていた。2018年、トランプ大統領は不法移民の防止のため、メキシコとアメリカの国境の壁を強化する政策を、 予算に計上した。年末に予算案の審議が行われたが、トランプの壁の是非をめぐって議論が紛糾し、2019年度の本予算案が期日までに成立せずに政府機関の閉鎖が起こった。同予算案の審議において、デインズはトランプの壁の建設費57億ドルを計上した予算案に賛成し、壁の建設に予算を投じない予算案に反対した。 2019年、ウクライナ疑惑に関連して、権力の乱用と議会妨害で、ドナルド・トランプの弾劾訴追が行われた。賛成多数で会合通過し、上院で弾劾裁判が行われた。デインズはこの時の議会で、トランプの無罪を主張しようする演説を行っており、党派的な問題から生まれた弾劾裁判であると述べている。また、裁判中、 新たな承認関門や証拠となる文書の提出を阻止した。デインズはナインティ1 9パンデミックに対するトランプ大統領の対応を称賛した。2020年9月にはトランプのリーダーシップが多くのアメリカ人の命を救ったと述べている。2021年1月2日、デインズは他の11人の共和党上院議員と共に、 アリゾナ州とペンシルベニア州における大統領選挙で不正が行われたと主張し、選挙結果を再集計する選挙委員会の設置を求めた。しかし、後になって再集計の要求を撤回した。デインズは近年の地球温暖化の原因が人間の活動にあるとの科学的知見に懐疑的態度をとっており、人間の活動も温暖化の一因ではあるが、 自然的な影響が軽視されがちであると主張している。温暖化対策としてのグリーンニューディールや炭素税のような政策に反対しており、イノベーションによって気候変動に対処していくべきだと述べた。二酸化炭素を吸収する森林の機能に着目し、森林の適切な管理が必要であり、再生可能エネルギーの継続的な開発への支援も有効な対策だとしている。デインズは、 バラク・オバマ大統領の天然資源開発に関する政権の立場を批判し、オバマの2013年の気候変動提案を、ジョブキラー、アメリカのエネルギーに対する戦争と呼んだ。2013年6月5日、デインズは2013年ノースフォーク流域保護法を会員に提出し、モンタナ州の43万エーカーの連邦政府の公有地で予定されていた。 地熱発電所や鉱物資源の開発を阻止しようとした。同法案は山頂除去採掘やその他の天然資源開発を禁止するものである。同法案の対象となるエリアはグレーシャー国立公園に隣接しているため、すでに一定の保護を受けているが、デインズは原始的な自然の景観を保護を訴え、環境保護主義者とエネルギー関連企業の両方がこの法案を支持していると述べた。 ジョン・テスター上院議員とジョン・ウォルシュ上院議員も同法案を支持しており、会員では可決されたものの、上院で共和党に反対され、廃案となった。2019年7月、デインズは海洋プラスチックごみ問題、狩猟や釣りなどのアウトドアのための公有地利用などの環境問題の解決を目的とした共和党の議員連盟、ルーズベルト・コンサベーション・コーカスを 共同設立した。2021年2月、テキサス州を襲った大寒波が原因で大規模な停電が発生した。デインズはこの停電に関して停電が起こった理由は風力発電所と太陽光発電所が故障したからだとして天然ガスや石炭による発電の必要性を主張した。一方でテキサス州電力危機器における停電の原因については 天然ガス、石炭、原子力エネルギーシステムが故障した影響の方が風力タービンや太陽電池パネルの故障の影響よりも大きいとの調査結果がある。ありがとうございます。